はい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 、はい、ということで皆さんこんにちは。新しい担任のウンパルンパと申します。お、なんか廊下で見たことあるな。はい、じゃあということでね、早速授業の方を始めていきたいと思います。先生、はい、今日ってみんなでディスカッションするんじゃないんですか？そうだった。はい、ということでうっかりね、僕がいつもやってるあるあるコントを始めるとこでしたけれども、本日はですね、里親家庭で暮らしているみんなにね、集まってもらって家族についていろいろディスカッションをしていきたいと思います。じゃ早速なんですけれども、あのみんなの周りでその子供が里親家庭で暮らす制度っていうのをどれぐらい知られてると思います？名前は知ってるみたいな感じで、はいはい、内容まで知ってる人は今まで会ったことないですね。なるほどですね。僕もちょっとあんまりちょっと詳しくないのね。ちょっと VTR があるそうなので、こちらの VTR を見てみましょう。里親制度聞いたことないです。いや、わかんないです。なんとなくですね。いや、なんかニュースでチラッと見たようなイメージですね。小学生の時とかドラマで見て知りました。詳しくはわかんないです。日本では様々な事情があって親と暮らすことができない子どもたちがいます。そうした子どもたちのために乳児院や児童養護施設、ファミリーホームや里親家庭など様々な場所が提供されています。その中に一般の家庭へ迎え入れる里親制度があります。温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度となっています。また里親制度にはいくつかの種類があります。養育里親は子どもが家族の元に戻るまでの短期間や自立するまでの間の長期間、実親に代わって一時的に養育します。その他、養子縁組を前提とする養子縁組里親があります。さらに夏休みや週末などに子どもを預かる季節週末里親などもあります。養育期間は数日から数年と様々です。なるほどですね。これをね、どうやっぱ広めていくかっていうのがね、すごい大切だと思うんだけど、里親家庭で暮らし始めた時のこととかって覚えてる？どれぐらいの時から？2歳の時に今の里親の人と出会って、うん、で記憶もそこから始まってますね。あ、じゃあ2歳の記憶ちゃんと鮮明にある？はい。お、すごっ。その時のなんていうのかな、感情というかは覚えてる？多分そこから記憶が始まってるので嬉しかったんだと思います、うん、ああ、なるほどね。乳児院にいる時に里親さんと交流するっていうのがあって、うん、今の里親さんからうちの仲間にならないっていう風にプロポーズしてもらって、あらら家族っていう仲間が欲しいなと思ってたんで、自分で仲間になるって言って今の里親さんの家に来ました。ここまでよくは覚えてないけど、なんかいろいろ遊んだりしてたのは覚えて。なるほどね。グレープ君はね、まだちょ小学生ですけれども、あのね、一緒に参加してくれるお兄さんお姉さんのね、お話聞きたいということで今日参加してくれました。本当にありがとう。で、今回あの番組のね、全体監修として川松教授にもね、参加していただいております。里親制度についてちょっと川松教授からも一言。あの一人の子供を、あの特にその子に集中的に関わっていただける制度、とてもいいですよ。なるほどですね、ありがとうございます。実際にね、みんながどんな生活をしてるかっていうのをね、ちょっとお伺いしていきたいんだけれども、里親家庭のみんなとは仲はいい？仲比較的いい方だと思います。お、うん、姉が2人いるんですけど、一人が同じ里子で、同い年でもうほぼ双子みたいな感じで過ごしてるんですけど、最近そのハモることが頻繁に増えてきて、あ、ずっと一緒にいるからだろうな家族だなって思いますね。スキーとかスケートとかは前に一緒に行ったことがある。スキーできるのじゃ、すごいな。来たばっかりの時に、うん、こう自分の本当の気持ちを言うってことがなかなかできなくて、うん、こう私納豆嫌いなんですよ、うん、なんですけど家族が好きだから私も好きって言って一緒に食べてて、ある時お姉ちゃんに保育園で
実は納豆嫌いなんだっていうふうに言って、うん、親には言わないでねって言ってたんですけど、うん、言われちゃって本当にのこと言ったって怒んないよみたいな、うん、ちゃんと言えばいいんだよみたいな感じで、じゃあそっからはもう納豆はもうじゃあ食べてない、食べてないんです。ああなるほどなるほど。納豆頑張って食べて好きにはならなかった、ならなかったじゃあ良かったこととかはある？選択肢が持てたってことですかね。何をしたくなくて何をできる、何をしたいのかっていうのを選択ができるので、そこは良かったかなと思います。納豆屋から生まれたわけではないけど、それでも家族は家族だから、納豆屋のところに来られてよかったな。なるほどですね。納豆屋さんと、まあ、つながりというか、まあ、それについてはどういう感じで思う？血のつながりがなくてもこう一緒にいて、うん、こう信頼できる関係であって、うん、そういうのがあるなら家族なんじゃないかな。みんなと同世代の人たちにもちょっと意見をね、聞いてきましたので、じゃあ次こちらの VTR をどうぞ。で、やっぱ血つながってないから、まあ、そういう壁あるのかなみたいな、まあ、人とはちょっと違うんかなみたいな考えちゃうところはありますね。関係性とかはちょっとどうなんだろうっていう、なんかこう心配はありますね。何でも話せたり気が楽やったら、もうそれはどんな形であっても家族なんじゃないかなと思います。産んでるか産んでないか以外は全部一緒かなって思います。わかんないけど、でも育ててもらった両親の方が私にとっては多分大きな存在になるかなと思います。血がつながってなくても育ててくれてるってことに感謝しますね。やっぱりやっぱ一緒にいた時間とかやってくれた行動とかそういうのが大事かなと思うんで、なんか育ててくれた人がやっぱ一番大事というか、愛があるって言ってたけど、それが間違いないなと、僕とすごい同じだなって思ったんだけど、いろんな印象が持たれてるなっていうふうに思ったけど、やっぱり暮らしてるその当事者じゃないとわからないこともあるのかなと思って、壁があるのかなとかっていうのを言ってたけど、普通の家庭と何も変わらないんだよっていうのをこう伝えていきたいなって血縁関係がどうこうというよりかは、確かにそのポジションが大事というか、お母さんがいてお父さん、それがもう血がつながってなくても家族っていうものなので、血がつながってるかどうかに関しては何も感じないですね。いやそうだよね。だって実はじゃあ僕のお父さんお母さんも里親でしたってなっても全然おかしくないから、別に何も変わりないというか、ずっと一緒に暮らしてる関係性だから、絆とかはさ何も変わらないなっていうのを思うから、いろんな形があるんだなっていうのをすごい感じるっすね。ちょっと上からみたいになっちゃったすいませんね。この里親家庭のことっていうのはみんなのその学校とかいろんなお友達とかには話したりする？里親っていうとなんかかわいそうだねみたいな、そういう大変そうだねみたいな感じで言われることがあります。説明がめんどくさいので最近では本当に仲のいい友達にしか言ってないです。あ、その本当仲のいいお友達に言った時はなんて言ってた？あ、そうなんだみたいな、普通に理解してくれるし、うん、かといって別に態度が変わったりとかっていうのはないですね、うん、はい。じゃあ、ね、今いろんな意見、ね、お話ありましたけれども、一度こちらのちょっと VTR ありますので、こちら VTR をご覧ください。日本には様々な事情で親と離れて暮らす子どもたちがおよそ4万2000人います。里親家庭などで暮らしている子どもは全体のおよそ2割となっています。この数っていうのはどうなんですか、少ないんですか、多いんですか？施設で暮らしている子どもたちと里親家庭で暮らしている子どもたちを比べると、はい、まあ、5人に1人ぐらいが今里親家庭で暮らしているということですよね。で、海外と比べると、まあ、欧米ではもっと比率が高くて、多い国では9割以上ね。だから施設で暮らしている子は1割ぐらいで、9割ぐらいは里親さんのお家で暮らしているっていう国もあるんですよね。お隣の韓国も日本よりも比率が高いんですよね。で、日本は里親家庭で暮らすお子さんたちの比率が低いのが特徴なんです、ね。
なかなか里親家庭、里親養育が広がっていない現状があります。あの2割しか里親家庭で暮らせてないって考えると、もっと里親家庭が広まってほしいなって思ってます、うん、もっとなんかこうなるといいなとかっていうのはある？こういう広めるっていう機会を増やしていくのと、里親制度について知れるような機会を増やしていくっていうことがやっぱり大切だと思います。自分だけじゃ何もできないかもしれないから、うん、里親とかと協力して里子とかの特別じゃないってことを伝えられる機会を作っていきたいな、うん。これからこう社会を作っていくのって多分今の子供だと思うので、子供たちから変えていく必要があるから、こう学校の授業に取り入れるとか、うん、した方がいいかな。子供にとってあの特定の人と一緒に過ごしてきた思い出があるっていうのがとても大事で、あの時こんなことがあったねって話し合えるような、そういう人があのいるっていうことが子供にとってはものすごく大切なことだと思うので、子どもの意見を汲み取ってっていうか、十分聞いて大人とみんなで一緒に考えながら制度を作っていく必要があると思うんですよね。そういう制度に里親制度になっていくといいなというふうに思います。いや、もう本日ものすごい勉強になりましたし、非常にいい時間になりました。ありがとうございます。最後ね、ちょっとみんなの将来の夢をちょっとお聞きしたいなと思いますので。処置の研究者になるのを目指してて、海外で活動できればいいなって思ってます。私は秘密っていうことにしてるんですけど。お、それはよっぽどでかい何かなんですかね。いつか僕らが知るかもしれない。そうです。父さんの会社があるんですけど、今お父さんが座っている席で働いてみたいな。素敵すぎる。お父さんの背中を追いかけることが夢ということで、いや絶対叶えられる。頑張ってね。はい、この動画をね見てる、皆様へ僕からメッセージがあります。もう今日のこの時間を通して本当に家族っていろんな形があるんだなっていうことをすごく学べました。で、まあやっぱ里親って聞くと、やっぱあんまり知らない人とか知識があんまりない人からするとちょっと距離が遠かったり壁がなんかちょっとねあるっていうのだと思うんですけども、でも里親って本当に普通の家庭と何も変わりないっていうことをすごい分かったので、ぜひ皆さんにね、あの里親制度についてもっともっと調べてほしいですし、あの興味をね持っていただいて、いろんな人にあの広めていってほしいな。それがあの、ね、子供たち、その親と離れて暮らす子供たちにとっての幸せにつながると思いますので、皆さんにかかっているのでぜひあの広めてほしいなと思います。それでは見てもらってありがとうございました。